たいけど、水着を着るのはちょっと恥ずかしいな。お気に入りのホラー漫画、映画化するらしいんです。楽しみだな。花火は好きだけど、ドンって音はまだちょっと苦手だな。キーンと来ないかき氷、そろそろ開発されないかな。今日も暑くなりそうだから、水分補給を忘れないようにしないと。向こうから風鈴の音が聞こえるね。夏らしくていいな。新しいサンダル欲しいな。歩くとプープーなるやつ。ポピパのみんなにアイス買っていこうっと。何味がいいかな。夏だ、海だ、山だ、ライブだ。言っとくけど、夏休みの宿題は手伝わねえからな。みんなでうちわに寄せ書きしたんだ。これ一生捨てらんねえな。家ではよく打ち水するんだけどさ、結構涼しくなるんだよなあれ。スイカ狩りのチラシもらったんだ。みんなを誘ってみようかな。暑い日に食べるお汁粉もいいんじゃないかな。今年の海もいい潮加減になってるといいね。前は夕立に慌ててたけど、じゃーん、折りたたみ傘。夏といえば海、プール、全部楽しまなくちゃ。貝殻を耳に当てると波の音が聞こえるような。夕立に降られるのは嫌だけど、雷はもっと嫌だな。3年生なので、夏休みは勉強もしっかり頑張ります。夏祭りではうちも出店を出すので、ぜひ寄っていってください。波の音を聞いてるとなんとなく落ち着く。萌えがそいやすると余計熱い。みんなで集まって花火したんだけど、うん、悪くなかった。青い空に飛行機雲、ちょうどこんな景色を写真集で見たよ。海の家で食べるラーメンってなんであんなにうまいんだろうな。祭りだ、サイ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 ヤー。ひーちゃんがプールと海に行きたいって。夏ですな。メロンパンソーダ入荷しました。お試しあれ。焼きたてパンにアイスを挟んで、夏はこれだよね。お仕事に行く途中で入道雲を見ました。すっかり夏ですね。暑いからといって冷たいものの取りすぎは良くないですよ。もうあやちゃんったら、日傘を忘れるなんて油断しすぎよ。打ち上げ花火に手持ち花火、どちらもとても風流です。お仕事で滝に打たれてきました。これぞ修行です。外ではサングラスをかけないと、私だってバレちゃうからね。ギラギラの太陽、流れる汗、これぞ常夏ラブサマーだね。
日傘が必需品だね。お、家に忘れてきちゃった。外でライブをしていると暑さで機材が壊れないか心配です。夏野菜が美味しい季節ですね。銀河青果店へ行ってみましょうか。蚊取り線香の匂いで切ない気持ちになるのなぜなんですかね。花火ってすごくルンってする。私にも作れないかな。肝試し企画の収録面白かった。特にみんなの顔が。あやちゃんがソフトクリーム食べる時の顔幸せそうで好きなんだ。ひながエアコンをつけたまま寝てしまうので私が止めています。水分補給だけでなく失われた分の塩分も取らないとダメですよ。日焼け止めが必要ですね。今井さんにおすすめを聞かなくては。お姉ちゃんは間違えてエアコンのリモコン持ってっちゃった。暑さなど我が闇の力で。流しそうめんがしたいって流れると何か違うのかしら。リサは夏野菜のカレーを作るって。ゴーヤは入らないわよね。はあ、暑いわね。でもライブ会場の熱気はこれ以上よ。衣装も涼しい方がいいですよね。夏バテはしてないです。いつもこういう喋り方で。水着は何度着ても慣れません。日傘新しくしよっかな。でも夏の新作コスメも買いたいし。暑いとしんどいよ。夏バテに効く料理作ろうかな。電気消した後に蚊の飛ぶ音が聞こえたらもう眠れないよね。浜辺で貝殻いっぱい拾ったよ。ピンクのやつがお気に入り。夏の空見てるとラムネが飲みたくなるよね。黒服の人たち夏もあの格好で暑くないんですかね。はぐみが蚊に戦いを挑んでた。虫除けスプレーあるのに。はぐみが蚊に戦いを挑んでた。虫除けスプレーあるのに。黒服の人たち夏もあの格好で暑くないんですかね。ココロンチの麦茶やけに美味しいんですよね。特別性。次のライブはハピハピ島で決定ね。海で泳ぎながら歌うの。セミさんと一緒に歌いたいわ。ついていながら岬の血を蚊に吸わせてしまうなんて。おや、この自動販売機にはビシソワーズが売っていないね。水分補給する時も常に優雅に美しく。
な写真を見てるとなんだか涼しくなるっていうか。心ちゃんたちは暑い日も元気で、私も負けてられないね。雷が鳴るたびに平松さんがお腹のあたりを隠すのは何なのかしら。風鈴の音、音に温度なんて本当に感じるものなのかしら。倉田さんは入道雲が綿あめに見えるそうよ。私にはない感覚ね。夏休みはバイトがすっごく忙しいんだ。学校が休みだからかな。涼しくなりたい人はホラー研究会へ。階段揃えて待ってるよ。かき氷って食べたらキーンってなるのが普通なの？雨の匂いがするって言ったら変な目で見られて。あるよね、クーラーの風、直接当たるとお腹壊しちゃうんだ。あすみさんから星砂もらっちゃった。海に行ったお土産だって。スイカの種飲んじゃった。お腹の中で芽は出ないよね。夏は氷出しのアイスティーが美味しいよ。つぐみ先輩のお墨付き。夏休みの宿題、マシロちゃんは最後までためがちなんだよね。今年の水着は何にしようかな。新しいのは気分上がるもんね。おばあ様からもらった金魚柄の帯、マジでイケてるんだよね。この前かき氷食べたらさ、ベロ真っ青になってんの。リビングを快適に保つため、エアコンのお手入れは欠かせません。水着を新調したいのですが、どれも可愛くて悩んでしまいます。セミの大合唱に怒るチュチュ様、とってもキュートです。夏はバイクだときついんだよな。信号待ちだけで汗だくになる。今年の夏は今まで行ったことない場所に行ってみてえな。小さめのかき氷機を買ってチュチュん家に置こうか迷ってるんだ。でまたプールに行きたいな。海でもいいね。スーパーにスイカが並ぶと夏だなって感じがするね。お盆は毎年帰省してるよ。練習があるからすぐこっちに戻るけど。綺麗だし音が落ち着くわ。あっつい。さすがに髪を結ぼうかしら。またラスのみんなでトコナッツパーク行きたいな。マシロちゃんや月の森の子の家には扇風機なんてないのかな。なんかセレブっぽくない？夏休みは遊びたいからね。宿題もちゃんと計画立ててやるつもり。日焼け止めどれがいいんだろう。とりあえず口コミサイト見よう。夏になると弦の劣化が早くなるの。なんとかならないかな。うちの制服、夏服も人気だよね。お母さんも可愛いって言ってたし。
私の家、高層階だから花火見るにはいい場所なんだよね。アナちゃん、サングラスかけてた。かっこいい。夏祭り楽しそうだけど、人が多いのは。暑い日は川で石拾いしてる。すべすべの石たくさんあるから。杏仁豆腐は暑い日に冷やして食べるのが一番いいでしょ。夏祭りで和太鼓叩いてる人、もしかして。雨降りそうだけど、ともりは傘持ってるかな。とりあえず連絡しよう。涼しいところ知ってる。来る？アイスもう一個、抹茶味。暑い日はお蕎麦。